皆さんのおかげじゃ比較ゲームです。それぞれウィルアプリに潜入しちゃっていきたいなと思います。声色でわかると思うんですけど、めちゃめちゃ興奮してますね。毎週月曜日どんだけ興奮してんだって感じですけど、まあ今週もですね、怒涛の4つ CS ガチャやってまいりましたので、まあ当たり前のように4つ来てますけど、これめちゃめちゃすごいことだからね。はい、今週もですね、楽しんでやっていきたいなと思っております。で、まずはですね、お知らせ1個だけ解説なんですけど、はい、今週マンチェスターユナイテッドアイコニックガチャで確定しましたね。はい、昨日の動画でも話したんですけど、メンツはですね、スコールズとパクチソンということで、まあユナイテッドサポーターの方は今からコンビニでギフトカード買いだめしておくのがいいんじゃないかなと思っております。で、あとはですね、今日からイベント本格開始されましたね。 3.5 億ダウンロードキャンペーンなんですけど、まずはですね、このマッチで4つとも全てコイン倍増しております。初級でいうと400コイン、中級600コイン、上級800コインが全て完走するともらえますので、まあかなり大変だと思うんですけど、無課金の方にとっては相当熱いキャンペーンになってますので、はい、ここはクリアしていただきたいなと思っております。で、あとはですね、これ初心者の方に相当熱いんですけど、この真ん中のイベントから、左側ですね、ルーキーチャレンジ、これクリアしていただくと、もうね、勝っても負けても引き分けでも何でもいいから1試合すると、はい、レジェンド確定チケットもらえるんですよね。いや、これほんとすごいからね。まあ、どれくらいすごいかっていうと、そうだな、全然いい例えが浮かばないけど、まあ、中学校の部活にもう日本代表選手来ちゃいましたみたいな、それぐらい初期としては激アツなレジェンド確定なので、まあ、結構長くやってる人にとっては微妙かもしれないですけど、ここも忘れずに獲得していただきたいなと思います。で、あとはですね、最後に、こちらの、ツアーかな、イベントのこれツアーなんですけど、はい、これもですね、3万 TP に戻って、はい、スペシャルトレーナー倍増しておりますので、まあ、2倍なんで頑張ってシムもアクションも完走していただきたいなと思っております。はい、そんな感じですね。はい、ということでガチャの方行ってみたいなと思うんですけど、今週のガチャ見てください。アトレティコ、バルセロナ、ローマ、ナポリ、素晴らしいです。もうこれ女優に例えるなら、もう左から土屋太鳳、新垣結衣、本田望結、加藤ローサ、いやもうそのくらいそれぞれのね、魅力があるガチャなんですけど、まあ毎度のことなんですけど、細かい能力値の話ここでするともう動画時間150分ぐらいになっちゃうので、まあこの動画では、軽い評価とガチャ優先度、あとは当たり選手なんかを解説しながらガチャ引いていきたいなと思っております。で、ちなみにですね、今週で言うと、バルセロナ見ていただきたいんですけど、はい、デアシュテゲいないんですよね。はい、ゴールキーパーが、バルセロナにいないのと、あとはですね、ローマに関しても今回ゴールキーパー搭載されてませんので、2つのガチャで横飛びや回避できるっていうのは結構珍しいガチャになってるのかなと思います。ということで、この4つのガチャなんですけど、いやごめん、すっごい考えたんだけど、バルセロナ、アトレティコ、ナポリ、これ結構全部 A 評価だなと思ってて、今週めちゃくちゃむずいのが、いい感じに当たり選手がばらけてるんですよね。ほんと意地悪なぐらいにばらけてるので、まあそれぞれに超当たりの選手いますし、まあナポリとかも普通に豪華なので、いやこの3つは割と横並びかなと思ってます。とはいえですね、全部絶対引けってレベルかっていうと難しいので、この3つに関しては好みの選手ベースで判断する感じでいいのかなと思います。まあ例えばアイコニックメッシーいたらバルセロナスルーしようかなとか、オブラクフェリックス当てたらアトレティコスルーしようかなとか、この辺はですね、各自判断なんですけど、まあどれも2021序盤ってこと考えると引く価値はあるかなと思ったので、はい、A 評価にさせていただきました。はい、でローマに関してはまあザニオーロもいるしすごくいいんですけど、他3つと比べるとちょっとリスキーなので、まあ B 評価ですかね。まあレベマ比較は一応明日出していきますので、気になる選手がいれば勝負してもいいかなぐらいの感じですね。はい、ということで、僕は引くよ。僕は全部引いていきますからね。今日はですね、まあローマ、ナポリ、バルセロナ、アトレティコ、この順番で引いていきたいなと思います。さあ、まずはローマなんですけど、ローマはね、ジェコ欲しい、元相棒ジェコがめちゃめちゃ欲しいのと、あとはやっぱメロンパンさんの愛人ザニオーロ。いやザニオーロもね、今日からちょっと低いからっていうのと、能力若干下がっちゃってるんですけど、なんだかんだ強いっすよね。まあだからこの2人を狙いながら引いていきたいなと思います。さあ、ということでいきましょう。まあでもさ、まださ、そんなに FP が来てないこともあってさ、まあ世代を超えた比較がなかなかないっていうのもいいっすよね。さあ、一発目録音できてるから、まあちょっと不安ですけど、来い。さあ、何番？お、待って、これはちょっと可能性あるんじゃない？これは77番ムヒタリアン。もうすごい番号、もうすぐ覚えちゃったもん。77番イコールムヒタリアンって僕の中での方程式できてますからね。はい、ありがとうございます。さあ、2回目いきましょう。まあ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 、いいスタート、いいスタート。やっぱね、77番ラッキーセブンだから、ラッキーセブンの後はしっかりと狙い撃ちができると、そんなところの方程式も出来上がっている。レッツゴー。さあ、これは何番ですかと、23番は誰だったっけな、確かマンチーニとかだったかな、ちょっと間違ってたら申し訳ないですけど、メスルか比較するのか、どっちだ。はい、おお、当たってた。ジャンルカ・マンチーニ選手、ありがとうございます。なるほどね、マンチーニっていうとあっちのマンチーニが浮かびますね。ありがとうございます。さて、大丈夫かなこれ。ちょっとまたなんか嫌な雰囲気漂ってきましたが、現場の比較からお伝えさせていただくと、今のところ狙いの選手はどちらも出ておりません。はい、ジェコと、ザニオーロ。ジェコは確か9番かな、そしてザニオーロは22番。9か22が出れば大勝利のガチャで、誰を引くのか、レッツゴー。さあ、お、待って、嘘、ザニジェ、ザニ。
リオロ来た。え、ザノだよね、合ってるよね。オッケーオッケーオッケー、よし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 、最後に全てひっくり返していく。ありがとうございます。よしよし、なんかいいね。最近なんかヒカックのガチャ運がうなぎ登りってね、あの巷で噂ですけど、はい、あのかぶりなしでザニオーロしっかり打ち抜いていく。ありがとうございます。さあ次ナポリ行きましょうか。いやナポリオスピナすごいね、遠投しちゃってますけど、いやナポリもいいガチャなんだよな。まあやっぱりね、身長低くなったとはいえクリバリいいですし、スーパーサブの2人ね、インシーネメルテンス、ここも欲しいし、まあただ僕のねやっぱり推しメンは推しメン、クリバリ推しメン、メルテンス、インシーネ、まあまあこの辺りが出ればいいかなって考えると、まあ半分以上は当たりですし、ファビアン・ルイスもジェーニンスキーもかなりいいので、やっぱいいな、すごい気持ちよく引けるガチャですね。さあナポリ1回目いきましょう。とはいえ推しメン、とはいえ推しメンが欲しいところ。ただクリバリでもいいや、クリバリでもいい。さあ一発目お願いします、ゴー。さあ、クリバリではなさそう。さてと14番メルテンスじゃなかったっけな、メルテンス、オッケー。まあしっかりとしたスタートって感じですね。はい、ありがとうございます。メルテンスで取る点数、メルテンスでもめちゃくちゃイケメンだよな。なんかイタリア、いやベルギー人なんだけどイタリアっぽいイケメンだなって勝手に感じてますけど。さあ2回目お願いします、ゴー。おっ、またクリバリでもないしかぶりでもない。24番で顔見ないと分かんないな。おお、インシーネか。おー、スーパーサブコンビ来ましたね。あ、これは嬉しい。オッケー、ありがとうございます。いやなんかいいね、ガチャ運がいいね。なんかちょっと困るんだけど、なんか僕爆死の時の反応しか知らないからさ、なんか神引きした時にどう叫んでいいか全然分かんなくなっちゃってる。さあラストいきましょう。もうここは推しメンかクリバリ、クリバリか推しメン、頼む推しメン、僕の推しメンはクリバリ。さあ行きましょう。どっちか出せばもう完璧ナポリ、100点満点、100点を叩き出せ、いけ、来るか。お、待って、ちょっと待って、あー8番か、ファビアン・ルイスか。まあでも被らなかったからいいんじゃない。いや待って、すごくない、ナポリもローマも引いて1回も被りなし、ヒカックの名が廃るね。さあということであと2つ、ここからが本番と言っても過言ではありません。まずはバルセロナ行きましょう。バルセロナに関しては僕グリーズマンもこの前当ててないし、いやでもねやっぱメッシ欲しいんよ普通に。なぜかっていうと、ラッシュフォードを、プレイヤーパックで買ったからなんですけど、メッシ欲しいのと、あとやっぱアンスファティ来ちゃったらもう勝ちでしょ今週ね。まあファティ狙いで引いてるって方もすごい多いんじゃないかレベルですし、まあファティ、メッシ、グリーズマン、ピッケもいいな。まあでもいいやもうバルサもいいや、何でもいいや、かぶりさえしなければいいや。なんで一発目は全然いい。さああとはね、バルセロナの10番の名前だけ間違えなければいいかなって感じ。さあ、お、嘘、来たんじゃないこれ。うわ、やっちゃった、今週やっちゃってるわ僕も。いきなり来ちゃったもんパティ、すごい。ていうかもうなんかね、夢、これ無限列車に乗っちゃってる今。一番いい夢見てさ、これ起きたら僕死んでるとかないよね。え、エムに一生ついてくれるのこれ。待って、え、パティ出ちゃったんだけど、めちゃくちゃ嬉しいんだけど。え、だってもうここまで来たらもう思いっきり上振れしよう、思いっきり上振れ。さあメッシお願いします、メッシ来てくれお願い、ゴー。さあ、お、待って、嘘、あ、でも右足か、21番アデヨングか。あー、いい、待って、ちょっと待って、デヨングもすっげー嬉しいんだけど。え、ちょっと待ってよ、大丈夫、明日僕なんかあれ変なこと起きないよね。え、大丈夫マジで。え、さあ3回目行こう。もうなんかわかんない、ふわふわしてる、わかる、なんかなんだろうこの感じ、すっごいふわふわしてんだけど。さあラスト行きましょう、かぶりなしでメッシ打ち抜いて終わりですと、ゴー。うん、おー、なるほどね、うん、やっぱりね、いいことはそんな続かない、まあ、しっかりと、最後は2連続デヨングで比較していくと。はい、ありがとうございます。さあ、ラストいきましょう。いや僕ね、アトレティコ実は一番楽しみにしてるんよ。なんでかっていうと、サウル、いやマジで欲しい、サウルは。いや僕もっと相棒だからね、2020めちゃめちゃ使ったからね、やっぱサウル欲しいのと、あとスアレスもすげえ欲しい。スアレスすごく欲しくて、まあヒメネスもあり、まあこの3人狙いかな。ただ逆にですね、このガチャリスキーなんですよ。なんでかっていうと、僕オブラクもフェリックスも持ってるんですよね。しかもこのオブラクもフェリックスも実は前回のがいいっていうパターンなので、天使が微笑むか悪魔が微笑むか、本当にこれね、天国か地獄かのガチャなので、まあ最後にふさわしいんじゃないかなということで、行ってみたいなと思います。さあ一発目お願いします。さあ今日僕は本当にこのまま上振れのまま走り切れるのか、どっちなのか。さあ一発目、まずはゴー。さあ誰、あ、ちょっと待って、これやばくない。あーだよねー、
キヨさんだったらわーってなってたけど、ちょっと待って待って待って、やばい、世代超えて比較してんだよね。マジか、今のところ悪魔にかなり侵食されてる。ほとんどね、獣院に体が蝕まれてるけど。さあ2回目やばい、マジでお願い、マジでサウルお願い、サウルは8番、8、今日はラッキーセブンじゃなくて8、お願い、ゴー。さあどう、どうですか、いけんじゃない、いけんじゃない、14、マジか。突然のジョレンテ。いやしかもアイコンがすげえかっこいい。オッケーじゃないんだよ、サウル出てからオッケーって言ってくれよ。はい、ジョレンテありがとうございます。ジョレンテごめんて。さあラストです。僕の愛するサウルは来てくれるのか、緊張のラストでございます。これでサウル出て締められれば、いやなんだかんだ今日も神引きよ、サウル出せば。オッケー、行きましょう、お願いします、ラスト頼む。オブダク、フェリックス、ジョレンテ以外で天使を今日だけは僕に応援でくれないか、お願いします、ゴー。誰だ、あ、ちょっと待って、12番、これヘナンロディかな。なるほど。なるほど、オッケー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 、